こんにちは、長塚漢方堂です。今回は鼻づまりで味がしないというテーマでお話しします。前半では鼻づまりになるとどうして味がわからなくなるのかを、後半では改善するための腹式呼吸を解説していきます。鼻が詰まって味がわからなくなって辛いとお悩みの方はご覧ください。では早速、鼻づまりで味がしない理由から始めていきます。東洋医学的な考えでは、鼻づまりも味がしないのも排気の機能低下が考えられます。口の中に入ってきた食べ物を噛んでいると、食べ物が分解され、唾液と混ぜ合わされて、そこから食べ物の持つ成分が溶け出します。その溶け出した成分が味の情報を受け取るセンサーにキャッチされると、その情報が脳へと伝えられて味として感じます。この味を受け取るセンサーは舌だけではなく、口の裏や喉の入り口など口の中全体にもあることが知られていましたが、その他にも鼻の中の繊毛や胃や腸管などの平滑筋、さらには脳にもあるということが分かってきました。例えば腸管には甘み、旨み、苦味の3つの味を感じるセンサーが存在していて、食べ物が通過してきたことが分かると消化や吸収するためにお腹の働きが活発になります。そしてもしここで苦いものが通ってきた場合には、センサーからの信号を受け取った体は、口を通ってきたけれどこれは体にとって安全なものなのだろうかと判断して、場合によっては口から吐き出すことで難を逃れる防御作用があります。少し話は変わってしまいますが、この働きから見ると子供の野菜嫌いはある程度は仕方がないように思います。なぜかと言いますと、子供の味を感じる感覚は大人よりも鋭いと言われています。しかも野菜に多い苦い味は自然界にあるものではほぼ毒になりますので、動物などはあまり食べません。ですので子供の感覚で感じられる苦味の多い野菜などは、体の反応として吐き出そうとするのは自然なことですので、吐くような感覚を生み出す食材に対してどうしても食欲が湧かなくなるのは当然です。東洋医学的な味の働きで言いますと、苦味には体の熱を冷ます働きがあります。大人になって体の勢いが盛んになっている状態で、体の熱の勢いが強すぎて体を壊してしまうような場合には、苦味によって体の余分な熱を冷ますことは良いことですが、しかしこれから体を大きく成長させる必要のある子供にとっては、体の熱を冷ます性質のある苦味のある食材は食べ過ぎてしまうと成長を促す熱を邪魔する可能性があるため、体が少しで良いと感じているのかもしれません。また鼻にも同じように苦味を感じるセンサーが存在していますが、やはり体にとって有害なものかどうかを判断するのに役立っています。鼻の働きには、呼吸によって入ってきた空気の中にあるゴミやばい菌を体の中に入れないようにするフィルターの役目があります。この鼻の苦味を感じるセンサーでは、もちろん普通の苦い味も感じるそうですが、細菌が放出した物質にも反応するといいます。もし細菌の繁殖によって放出される物質の量が増えてきたことが分かれば、胃の場合と同様に繊毛の働きが活発になって、殺菌作用のある分泌物がどんどん放出されて、鼻の中にいる危険なものを外へと排除する働きが活発になるはずです。これらのことから分かるように、味覚には味を楽しむといった働きだけではなくて、体にとって必要なものであるか不要なものであるかを判断するバリアとしての働きがあると考えることができます。そこで初めにお伝えした排気の働きが低下した状態に結びつきます。東洋医学で考える排気の働きには、体の表面の働きを保護して外側からやってくる邪魔者を排除し、体の中に入れないようにする働きや、内側からやってきた体にとってはまだ使える必要なものを体の外へと出ていかないように内側へと戻す働きがあります。体にとって必要か必要でないかを判断しないことには、追い払ったり体の内側へ戻したりすることはできないので、
鼻の匂いを感じる働きはもちろんのこと、舌の味を感じる働きや、皮膚や腸管の粘膜などの様々な感覚などのセンサーになる体の表面になる部位が排気と関係の深い場所として考えられています。そのため排気の流れが阻害されて鼻が詰まってしまうなど機能が低下するようになると、味を感じる機能も同時に低下して味があまり感じられなくなります。どちらも同じ機能が元になっているので、どちらかがトラブルになると同時にトラブルになってしまうわけです。面白いことに鋭い味覚を持っているスーパーテイスターと呼ばれる人は、感染に対する防御力が高く、副鼻腔炎などの鼻づまりの症状にもなりにくいと言われていますが、味覚の鈍い人は感染症にかかりやすく、鼻づまりになりやすいと言われています。つまり、スーパーテイスターの方は、排気の働きが良く、味を感覚する機能も高くなっていて、排気の不要なものを排除する働きが高いので、感染症や鼻づまりになりにくくなるわけです。そのため、鼻づまりや味がしなくなる問題を解決するには、排気を整えることがとても有効になります。そこで今回は、排気を整えるための腹式呼吸をご紹介いたします。気をつけたいことは、横隔膜がしっかりと動く深い呼吸を心がけましょう。東洋医学では肺は呼吸を司ると言われていて、排気が不足するようになると呼吸が苦しくなったり、力のない咳が出てきたりするようになります。また先ほども言いましたが、排気には体の表面を守る働きや、体の内側から来た必要なものを体の内側へと戻す働きもあります。そのため排気が弱ってしまうと、外側からやってくる異物の侵入を許してしまい、そこで水の巡りが邪魔されてしまうと、水が充満を起こすようになりますし、内側からやってきた水の流れがきちんと体の内側へと戻されなくなっても、そこで充満するようになって鼻づまりになります。そこで腹式呼吸です。排気には酸素を取り入れる、つまり気を体の中へと供給する働きと関連がありますので、長い時間にわたって肺に適度な負荷のかかる方法が向いています。この理屈で考えると、外へ出て軽いジョギングするのも良いですし、平地を散歩するのももちろん適しています。ちなみに体の土台を支え、成長や発育など細胞の働きに関係している腎気を整えるには、体の土台を支えている働きを鍛えることが重要で、階段や坂道などを軽く汗ばむくらいの強さで散歩すると効果があります。ただし、腹式呼吸を行うと、排気も腎気も同時に整えることができますので、外へ出て運動をする時間が作れないような方は、気がついた時にでも行ってみてください。なぜ横隔膜を意識するのが良いのかと言いますと、呼吸をするには、休息筋と呼ばれる呼吸に関係する筋肉が収縮することによって胸郭が広がり、それに引かれるように肺が広がっていくことで空気が入ってきます。その休息筋には外肋間筋や横隔膜がありますが、そのほとんどが横隔膜が収縮することで行われています。どうしても腹式呼吸というとお腹を膨らましてしまいがちですが、どんなに頑張って膨らましても、もちろん実際には空気は肺にまでしか入りません。しかし、へその下の下腹部のあたりの緊張が緩んでしまっていると、その横隔膜が初めから緩んでしまうので、それ以上広げられなくなって、呼吸が浅くなりますので、全く無関係というわけでもありません。ですが、やはり一番大切なのは、横隔膜が動く感覚を意識することです。では、やり方です。まずは仰向けになってください。なぜ仰向けになるのかと言いますと、どうしても立っていたり座っていたりするとどこかに力が入ってしまい、呼吸を深くしようとしてもうまくできないことがありますので、練習するためには仰向けになった方が横隔膜の動いている感覚がつかみやすいと思います。そして息を吸うと同時に、横隔膜が下へと膨らんでいって、それによって下腹部にある内臓が押されて圧力がかかるようにイメージします。これが難しい方は骨盤底筋に引っ張られるように意識しながら横隔膜を下げるようにするとやりやすいと思います。そして吐くときは下に下がった横隔膜が
元に戻っていくのを意識しながら行うと、これだけで深い呼吸になると思います。変にお腹を動かすわけではない自然な呼吸ですので、時間のできた時に思いついたら行ってみてください。これを眠る前に行うと、横隔膜がよく動かされることで自律神経が整いますし、上に浮き上がっている気も下に降りてきて気持ちよい眠りにつきやすくなります。また指先などを注意深く観察していると、呼吸に合わせて何かが動いているのが感じられると思います。これは肺気が動くことで体の表面の気血が一緒に動いている状態です。ですので、呼吸を深くして肺気が整ってくれば、体の表面の気血の巡りが良くなって、鼻詰まりなどの解消にもつながります。鼻詰まりで鼻から呼吸ができない方は、鼻の通りの良い時にやってみたり、口で呼吸する場合でも横隔膜を動かすのを意識したりするなど、時間がある時にでもお試しください。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。